こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、 あなたに似合う T シャツはこれだというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ世の中にはですね、本当に色々な T シャツがあるかなと思うんですね。例えば、無地の T シャツがあれば、僕が今着てるようなプリントの T シャツもあります。あとはサイズ感も様々で、タイトなシルエットのもの、通常のもの、そして最近のトレンドではワイドフィットのものなんかもあります。色もですね、白系のものから鮮やかなものだとか、まあちょっとこう中間色的なものまでいろんな選択 それれらのの T シャツの中ででどがが似合うっっっててて結構人によって大きく違いが出るるかなと思ってるんですね、まあ、僕の動画の中ではこの T シャツがおすすめですみたいな形で結構ピンポイントでお伝えしてるかなと思うんですがそれがドンズバで似合う方もいればなんかしっくり来ないんだよなと思う方もいらっしゃると思うんですよそれは先ほどお伝えしたように人によって似合うものというのが微妙に変わってくるからなんですねじゃあどのように似合うものっていうのは決まるのかというと 本当にいろんな要素が絡まっているわけなんですが、その人の顔立ちだとか、あとは体型だとか、 あとは人柄だとかキャラクターこのあたりによって似合うものって微妙に変わってくるんですねですので今回の動画ではなるべく多くの方にハマるようにこういった性格キャラクターの方にはこういった T シャツが似合いますよというところをピンポイントでしっかりと狙い撃ちながらですねおすすめを出していきたいなと思っていますのでぜひ参考にしていただければなと思っていますまあ、今回の動画では T シャツという一つのアイテムに限定をしてお伝えしますがこの考え方は T シャツだけではなくて他の色 いろんなアイテムですとか着こなしにも共通するんですね。こういった雰囲気、キャラクターの方には、こういった服が似合いやすいというところもしっかりとお伝えしますので、ぜひ今回の動画を参考にしながら、皆さんの人柄、キャラクターに合ったお洋服というところをですね、選ぶきっかけにしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。 はい。ということで、ここからはですね、実際にこういったタイプの人にはこのような T シャツが似合いますというところをですね、具体的にお伝えしていきたいなと思ってるんですが、まあ、世の中にはですね、いろんな診断みたいなものがあると思うんですね。例えば、カラー診断ですとか、 骨格診断ですとか、最近では顔タイプ診断ですとか、こういったものが流行っているわけなんですが、まあこういったもの全て大事だと思うんですが、僕が12年間ですね、スタイリストを行ってきた中で、一番重要視しているのは、キャラクターとか雰囲気によって、その人に似合う服が変わってくるということなんですね。まあ言ってしまえば、ここでは仮にですね、 キャラタイプ診断と言いたいなと思うんですが結構ここは重要で明るい雰囲気の方真面目な雰囲気の方で全然似合うものが変わってくるんですね真面目な雰囲気の方に対して派手なものをご提案してもやっぱり雰囲気にマッチしなくて似合わないんですねそして着なくなってしまうということが結構たくさんあったりするのでこのあたりの雰囲気だとかキャラクターってめちゃくちゃ重要なので今回はこのあたりをベースにしながらですね 皆さんに似合う T シャツはどれなのかというところをしっかりめにお伝えをしていきたいなと思っています。はい、ということで早速一つ目のですね、タイプなんですが、まあ、明るいキャラクターの方ですね。 雰囲気が明るくてちょっとひょうきんな感じ。まあ友達と集まった時にもムードメーカーでなんかこう面白いこと言うようなタイプの方っていらっしゃると思うんですがこういう方っていうのは結構ですね T シャツの中でも色合いで言ったら明るいものだとか綺麗な色のものとかは結構似合いやすいんですねシンプルな白 T とかそういったものだとちょっと地味に見えてしまうのでそういった明るいタイプの方であればこちらの画像にあるような綺麗な色の無地 T シャツですね例えば ライトブルーの T シャツだとか、ベージュ系の色合いだとか、ちょっと明るいものなんかは似合いやすいかなと思いますし、 あとはプリントの入った T シャツですね。僕も今プリント T シャツを着ていますが、プリントの入ったものでも、ちょっとポップなものなんかでも似合いやすいので、やはり雰囲気ですね。その方の明るい雰囲気に合うような色ですとか柄物を使った方が僕は似合いやすいのかなと思っています。で、サイズ感で言ったらタイトなものとゆったりめのもの、どちらの方が似合いやすいかというと、これはトレンド感のあるものが割と似合いやすいのがこのような明るいタイプの方なんですね。結構この性格によって着こなせる服の っってて全然変わってくるんですよこの後お伝えしますが、真面目タイプの方って結構似合うもの範囲が狭かったりするんですが、明るいタイプの方って結構いろんなタイプの服をですね、楽しみながら似合わせることができたりするので、ちょっと色の綺麗な無地 T シャツだとか、プリントの入った T シャツなんかは似合いやすいので、ぜひこういったものにですね、トライをしていただければなと思っています。 続いて二つ目のキャラクターなんですが、気真面目タイプというところですね。まあ、このような方も結構多くて、特に30代、40代の大人世代だと、やっぱり性格的に落ち着いてくると思うんですね。家庭を持って会社の中でも、 ある程度のポジションになってくると、まあ明るいタイプだった方もだんだん落ち着いていきたりだとか、結構ですね、40代以上の方であれば、この気まじめタイプだとか、落ち着いたタイプに分類されてくるかなと思います。まあ、職種で言うと、エンジニアの方だとか、あとは公務員の方だとか、まあ政治家の方なんかもそうだと思うんですが、まあそういったちょっと固めのお仕事の方には非常に多いタイプなんですけども、こういったタイプの方はですね、どういった T シャツが似合いやすいかというと、断然ですね、シンプルなものが似合い。 やすいんですね先ほどお伝えしたような白 t だとか無地の t シャツなんかは気まじめタイプの方には似合いやすいかなと思います一方で先ほどの明るいタイプのキャラクターの似合うものとはですね全く正反対にあるんですねですのでポップなプリントの入ったものなんかはちょっとですね雰囲気が合わなくて 頑張ってる感じだとか、なんか無理してる感じが出てしまうので、そこはですね、無理をしてプリント T シャツなんかは着なくていいんじゃないのかなと思っています。で、綺麗な色もなかなか難しくて、オレンジの T シャツだとか、ビビットな色合いだとか、なかなか難しいですね。まあ、ライトブルーぐらいであれば、そんなに難しくはないかなと思うんですが、ちょっと華やかすぎるものが似合いづらいというところがあるので、そこは頭の片隅に置いていただければなと思います。あとはトレンド感で言うと、結構ゆったりめのシルエットのトレンド のののある T シャャツとといいいいいうよりもジャストサイズからタイトササイイイイズズかかららタタ方がが似合いやすすプな思まあ、例えば、40代後半から50代の真面目風の男性にですね、ビッグシルエットのユニクロ U のエアリズム T シャツなんかを着せてしまうと、袖も結構長いじゃないですか。身幅もゆったりするので、なんかサイズ間違えたのかなとか、なんか雰囲気に合ってないなという感じが結構出てしまうので、僕がユニクロ U のエアリズムの T シャツを散々お伝えしたとしても、それ はなかなかハマりにくいよねというのがあったりするんですね。ましてやサイズ感をどんどん大きくしたりしてもそれは違和感でしかなかったりするのでこういった真面目なタイプの方はサイズ感はジャストサイズかまあ、ゆったりめであってもちょいゆるサイズぐらいまでに抑えた方がバランスがいいかなと思います。それでいて色はベーシックな白だとかネイビーだとかそのあたりが似合いやすいかなと思いますし柄物よりは断然ベーシックな無地系が似合いやすいかなと思うのでこのあたりを意識しながら T シャツを選んでいただき なければなと思っています はい、続いて3点目のタイプなんですが、これもね、結構いらっしゃると思うんですね。体育会系の爽やか系のタイプですね。まあ、例えば、昔こう、サッカーをやってましたとか、ラグビーをやってましたとか、今でもフットサルやってますとか、休日はジムに行って筋トレをしてます、ランニングをしています。そのような、スポーツを連想させるような人にとっては、どのような T シャツが似合うのかというと、これはですね、あまりゴテゴテしてないような、シンプル系のものが似合いやすいかなと思います。ゴテゴテと柄の入ったような、 プリント T シャツとかそういったものよりはもう潔のいい白 T なんかが似合いやすいんですよねまあ、そのような方々って結構スタイルが良い方も多いので T シャツ1枚でも様になるんですよねやっぱりこう柄物よりは無地系が似合うかなと思いますで色に関しては結構様々な色が似合いやすいかなと思うんですが ライトブルーだとか、爽やかさを感じるようなブルー系のものは抜群に似合いやすいかなと思います。まあビビットなものよりも爽やかなネイビーだとかホワイトだとかライトブルーの無地系、このあたりが抜群に似合うと思います。で、サイズ感なんですが、例えば筋肉質な方がタイトなものを着るっていうのは、それは体型が綺麗に出るので良さそうな感じがするんですが、結構ゴリゴリのマッチョな方がタイトな T シャツを着るというのは、女性から見た時に惹かれることが多かったりするので、 で実際は少しゆったりめでトレンド感のあるようなサイズ感の方が僕は合うんじゃないのかなと思います。 体型がしっかりと出てしまうよりは腕は引き締まってるんだけども少しゆとりがありながらトレンド感もちゃんと抑えるというところこのあたりがですね割と体育会系の方には似合いやすいかなと思いますね、まあ、サッカー選手だとかラグビー選手の私服みたいなものを一つを参考にしてもらうといいかなと思うんですが、まあ、ある程度ベーシックでゴテゴテしてないものが似合うんですけどもその中に色合いが爽やかだったりだとかサイズ感が少しトレンド感があるものまで似合うのが体育会系の方なのでぜひ参考にしていただければなと思っています はい、続いて4点目なんですが、これはですね、そんなにたくさんいらっしゃらないかもしれないですが、男前キャラですね。結構その人の雰囲気が、こう、男らしさとか、髭が生えてたりだとか、単発で、ガタイも結構良かったりだとか、そういったタイプの方っていらっしゃると思うんですよね。わ、まあ、かりやすいところで言うと、例えば芸人さんで言うと、 千鳥リの大悟さんだとか、あとはマトバコウジさんのような、ちょっと男らしいタイプの方ですね。こういったタイプの方には、どういった T シャツが似合いやすいのかというと、やっぱりですね、おしゃれ感がバリバリあるものを着てしまうと、なんかチャラくなったりだとか、なんか雰囲気とかキャラクターに合わなかったりするので、無地系の T シャツが圧倒的に似合いやすいかなと思います。例えば、白系の T シャツですとか、ブラックの無地だとか、なるべくチャラチャラとした要素はなくしてしまって、 良さとといいいいうものを意識した方が僕は断然似合や,やすすかなと思っています逆にそういったタイプの方が柄物の T シャツとか着てしまうとちょっと怖い系の人に見えてしまうのでなるべくシンプルめにした方がいいかなと思うんですね。例えば千鳥の大悟さんを思い浮かべながら結構和柄の T シャツとかをイメージしてしまうと怖そうに感じるじゃないですか。まああいったタイプの方は白だとかブラックの無地 T シャツをちょいゆるサイズくらいで着るのがバランスがいいかなと思います。 あんまりタイトに過ぎてもちょっと怖く感じてしまうんですね。夜のお待ちの匂いがしてしまったりだとか、怖い系の感じがしてしまうので、サイズ感には少しゆとりを出しながら、色に関しては白とかブラックの潔いものを選んだ方がいいと思います。 で、襟型に関しても丸首が圧倒的に良くて、これが V ネックになってしまうと、やっぱり怖い感じが出てしまうので、丸首でちょいゆるサイズで、白はブラックというところで、潔さというところを意識してもらうと、こういったタイプの方には似合いやすいかなと思うので、参考にしていただければなと思っています。はい、続いて5点目のタイプなんですが、これまたですね、結構当てはまる方は、超少ないタイプだと思うんですが、アーティストタイプですね。 雰囲気がちょっとクリエイティブでアーティストっぽい感じの方ですね。例えば僕の中でイメージするのは落合陽一さんとかね、そういった方のイメージだと、やはりですね、モード感があったりだとか、ちょっと尖ったものが似合いやすいので、そういった方が明るいビビットなものを着たいだとか、キャラクターでもポップな雰囲気のものを着るというと、またちょっと雰囲気が違ってくるかなと思うんですね。モード感があるような結構もうサイズ感もドンと大きくしたようなものだとか、あとはクリエイティブ ネイティブさを感じるような柄のものですね。そういったものが似合いやすいのが、こういった アーティストタイプかなと思います。幼児山本であったりだとか、ドメスティックブランドであったりだとか、もう個性的なイメージのあるもの、そういった自分自身の世界観をちゃんと持ったようなものの方が圧倒的に似合いやすいので、無地 T シャツとかそういったものよりは、ちょっとインパクトがあるものを着た方が、僕は相性がいいんじゃないのかなと思っています。僕は今日着てるものはですね、シュタインというブランドの T シャツなんですが、こういったドメスティックブランドなんかもですね、結構こういったアーティストタイプの方 ににには似似合合いいいいいややすすすとと思思思ううんででねサイズ感感も思い切っって大きめに振たた方がが圧倒的に似合いやすいかななのでトレンド感を際立たせながら色合いは僕はモノトーンの方が似合いやすいかなと思っていましてホワイトだとかブラック、まあ、特にブラック系ですねシャープなもの柄も入ってて全然いいと思うのでちょっとぶっ飛んだ世界観のものを着てもらった方がこういったアーティストタイプの方には似合いやすいかなと思うのでぜひ、まあ、人口の割合としては非常に少ないかなと思うんですが参考にしていただければなと思っています はい続いてラスト6点目なんですがこれまでにお伝えしてきた 明るいタイプだとか、気真面目タイプだとか、体育会系、男前、アーティストタイプ。これらに特に属さないような、割とこう、普通のタイプといいますか、重要なタイプの方もいらっしゃると思うんですね。まあ僕自身も正直ですね、真面目かなというと、そんなに真面目すぎないし、かといって、すんごい明るいキャラクターかというと、そういう感じでもないんですね。まあ体育会系というと、まあもちろん体育会系の部活はやってきましたが、今そういったキャラクター でもないし男前でもアーティストタイプでもないというような割と重要なタイプなんですねそういった方にはどういったものが似合いやすいかというとこれはですね 幅広くていろんなものが似合いやすいんですね。これまでお伝えしてきたようなタイプ、それぞれ似合ってしまうのがこのような重要なタイプで、例えば T シャツの柄としては無地のものでも合うし、ちょっとこうプリントの入ったものでも似合います。極端なキャラクター系の T シャツだとか、ポップすぎるものは似合わないんですが、僕が今着てるようなシンプルめなプリント T シャツだったら断然似合ってしまいますし、色に関しても白も似合えばライトブルーだとか、あとはブラウン系だとか、 まああんまり派手な色は似合わないですが似合う色の範囲も広いんですね。 で、サイズ感に関しても、タイトなものからジャストサイズ、ちょいゆるサイズまで似合って、まあ、極端なビッグシレットは似合わないんですが、割と似合う範囲が広いのが、まあ普通のタイプというところで、6番のタイプかなと思っています。で、僕が普段動画をお届けしてるときに、どんな方をイメージしてるのかというと、この6番の普通のタイプの方にめがけて、僕は動画をですね、お届けするようにしてるんですね。というのも、ここが一番人口ボリューム的には多いので、ここに合うような方々をメインに ですね。お届けしているわけなんですが、ただですね。真面目タイプの方にとってはちょっとこれ。トレンド感強いなということもあったりだとか。むしろ。 アーティストタイプの方とか、ポップなキャラクターの方には、ちょっとそれ無難でつまんないよねと思われたりだとか、そういったところがあったりするんですね。なので、キャラクターによって似合うものが違うということを押さえておくと、結構ですね、自分のタイプによってカスタマイズが可能かなと思います。6番の普通タイプというのは、いろんなタイプのものが似合うので、僕自身も結構いろんな T シャツを持っていまして、無地のものもあれば、プリントもあって、まあ、ジャストサイズは正直あんまり着ないんですよ。ゆったりめのものも 来ますし本当にね、いろんなものが似合うんですが、極端なタイプだけ似合わないということは意識してもらえばいいと思います。例えばサイズ感にしても、超ビッグシレットは似合いづらいと思いますし、あとは逆にすごいタイトなものも似合いづらいと思います。 あとは、色柄に関しても、すごく派手な色だとか柄かは似合いづらかったりするので、そのあたりの極端なものさえ着なければ、割と普通タイプの方は似合いやすいかなと思うので、そこを理解しながら、いろんなタイプのものを楽しんでいただきたいなというのが、6番の普通タイプなのかなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、キャラクター、雰囲気によってどんな T シャツが似合うのかというところを、結構ですね、具体的に皆さんにご紹介させていただきました。まあ、この考え方は僕の中ではまだ具体的な理論化はしてる最中ではあるんですが、すごく重要だと思っていて、どんなにトレンド感があって高い服であっても、 やっぱりその人の雰囲気に合わなかったら似合わないわけですよね。ですので、今回の動画を参考にしながら、まず皆さん自身がどのキャラクターに合うのかなというところを考えていただきたいなと思います。僕だったら普通タイプだなっていう感じになるんですが、皆さんはどんなタイプでしょうかまずはそこを確定した上で、じゃあそういったキャラクターにはどんな雰囲気の服が似合うのか、そのあたりも今回はちょっと触れてきたかなと思うので、ぜひそのあたりを参考にしながら、皆さんの T シャツ選びに役立てていただければなと思っています。 yeah <laughs> これからもですね、こんな形で、アイテムごとだとか、コーディネートごとにですね、キャラクターに合った服なんかもですね、皆さんにどんどん解説をしていきたいなと思っていますので、楽しみにしていただければなと思っています。また、僕はですね、この他にも一つチャンネルを運営していまして、そちらのメンバーシップチャンネルでは、もう少し中級者的なアイテムですとか、コーディネートについて解説をしていますので、気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなか動画を見る時間がないという方のためにですね、なるべく単 短時間で読めるような画像と文章を使ってコーディネートの解説ですとかアイテムのご紹介をしているオンラインサロンも運営してますので気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。